す。だから凄ましい地震だったんだよこいつね。山全体が崩れたんだよね。はい、なんでこの男一人で肝臓りごだよ。え、この男の人、いや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 、とにかく回さねえとダメなのすかや。クマよけ。ああ前のこそもいらない。24度だともう涼しいっちゃまだね、これまだここから気温下がるね。新湯温泉、ここに一回泊まったことあるよね、キモさんね。あれだ、カッパキさん。だかもしれない。すげえね。ああ、ここだな。キャンプ場、親友、なんだっけ、野営場。温泉まで12キロ。え、ここしか変わったの。今左側さ当たっ。びっくりだったよ今。余裕がねえんだな。あだりを見る。400の方が残ってたけどな。また素人です。いや、とっても素人です。ここ？ああ、ここだね。おお、業者見てたね。おいまあいいさ、そっちで組むとこあるから。いやいや、業者だな業者。これ水飲むべ。お、水分の水だ。あ、水、水腐れないの大丈夫なんだ。あとで、ね、うん。
そこにも残る。多分色発が大変です。おいしい。うん。待って、ほんのり麦茶の匂いする。言いますか。すごいね。イロハスだね。うん。イロハスですが水だね。水。うん。美味しいよ。でもね。うん。少しやばいよ。うん、うん、うん。だね。うん、米炊くのいいねのさ。米。全部だよ。全部さ使われて。あ、そして優雅なご飯。お風呂も。いやお風呂。さすがに。切り口使ったよね。切り口。お風呂は隣の公園から汲むだと。あ、そう。俺はやってねえから。無料だよだって。あの結婚車さと見たら重量オーバーだよね。化石祭だね。ホテルさ用事ねっちゃ。はい、通り過ぎんの。通り過ぎであそこまで行かないですか、あのあれキャンプ場のとこまで。ああ、はいはい、はい、スカワ湖キャンプ場だっけ。後ろさ、鍵ついてっと。うん、なんだよ、びっくりすこだよ。何やってんだよ。本当の話って後ろさ、鍵ついてるって言ってかかってみたんだって。今重いかなと思って、なんか後ろが鍵ついてるのにね、自分のエンジンかかってるのに見とこさめて。そうあららら、クラッチ逃げたらダメだよ。大丈夫。びっくりすこだよ、俺は。まあ、本当に。目覚めだ、今ので。しかもカメラ回ってやと、今の。音声だけだけと。びっくりすこだよ。はいよ。いいよ。さっきの止まったもん。どうぞ。西山さん行け、ほら。客のやつ行ってねえんだかもしれないな。今度だとちょっとスピードメーター見えるな。なるほどね。スピードメーター見えるとまずいよね。大丈夫か、石山さん。大丈夫。どうも、いでくさねがた。子供も大丈夫だよ。うん。なんかびっくりした。うん。いや、俺もびっくりした。みんなびっくりした。うん。みんなびっくりしたの。うーんって、エンジンうなったのでびっくりしたもんなよ。どうした、下見れる。うーんとこ、ふわっと開く。帰れる瞬間だったから。あ、あれ、パターン。俺が余計なこと言ったから。だね。キムさん悪いんだ。誰かのせいにしなきゃダメなんだもん、こういう時。だ。キムさん悪い。あの鍵差しっぱなしだった、おいも悪かった。で、おいが悪いんだな。あんだね。もういいね、いいね、人のせいにするしかねえだもん。柏さん悪いんだ。だんだ。くしゃみしよ。大行やったよ。
着いたね。頂上まで来たよ、頂上に。伊勢山さん、ここさん上がってきたことあるのか？ない。初めて。全部初めて。あ、そう。ここほら温泉。ここ温泉なんだ？温泉だよ。日帰りもで、日帰りで減れんだぞ、ここ。へぇだよ。わざわざ入りに来るしんだよ。うん。あれだ、まあ、だ誰って言われても困るけど。本当に言われねえのは誰だよ。どんなことでしょうか。あ、いいっすよ。クリコマ山荘通過。山荘工事中。今ね。新築したのか、ここの前の部分、ここ、これ。あらららら、ここ、あれ、ここでなったっけか？あ、ここ？ここ。はい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 、戻りますよ。こ、焦げんなよ、石山さん。はいよ。ゆっくり行くよ。おトイレもありますよ。あれ、小屋敷え？小屋敷ってこないだ。そうそうそうそこさ、行く途中から曲がってくってこうだ。この前ほれバリケードになってヘラネグとかあったじゃん。あそこさ出んのよ。やるコースターか。いいよ、先輩。右、左、OK。高浜路ランチック街道を進んで国道342号に向かいます。これで左ですよ。はい。腹減った、本当に。なんか目の食いでな。あ、なんだっけ、何そばだっけ、サンドイッチマンのそば。ああ、別に、あれもやってくるよ。やってくるから、こうやって人間になっちゃったら。え？え？あれ、人間に置いておくたほうに。ああ、あの、佐藤陽介。そうそうそう。いや、佐藤陽介さん行くかなーっても思ってたんだよね。目的地は左側です。お疲れ様でした。おい、こっちは止めペンで。ここだとカメラ外さなくてもするな。1時間9分49キロ。い
このまま行ってもいいよ。よいしょ。あれ。キムさん。やばい。グローブ。グローブ。なのかかのかハプニングあろうなや。でもナズでいがったよ。つながったよ。あれ鉄砲ってやべえなと思って今。だからさ。ナズでいがった。これ冬でから大変だよ。石山さん。はい。アホにもしてねえんだけど。あ、本当。出ました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 。山下。車来ました、2台、はい、はい、どうぞ、ありがとうございました。はい、あ、うん、だから待ってかもしれないよ、桜井さんと3人で。いや、うるせえなや。この本回転でだってうるせえ音で見るのはもう一番回転のが回ってからね。はい、湯浜峠。あ、花が出る。花が出るね。人が亡くなったんだね。いて。うん？やいでねえの。あ、陽明所。え？ここか。どこだよこれ。目的地は右側です。お疲れ様でした。神谷食堂、はいはい、どこさ、トムペドリペ、はい、肉そばと卵丼でね、はい、はい、俺の肉そばとカレーライス。じゃあご飯終わり。え、あ、マジカレーいいよ。な、な、何食いよ。ああ、カツ丼食いがダメだな。お湯だけ。で、いいよ。あ、いいよ、いいよ。お湯で醤油ラーメンでいい。いいっちゃいい。いいよ、いいよ、醤油ラーメン。醤油ラーメンが一つ、うん。チャーシュー麺大盛り。あ、チャーシュー麺大盛りにしてもらうかな。醤油じゃなくて、はい、チャーシュー麺大盛り二つ。うん、チャーシュー大盛り2つに肉そばと卵丼であと肉そばとカレー。多いなっつね、多いなって。肉丼来てから卵丼はこれ胃に優しい。なんかね、入れすぎよね。やみ上がり肉食べるな。これただのかけそばだよ。これかけそば。あ、もう臭いね。かけ。いいよいいよいいよ、じゃあもういい。どうしよう。多分。パパですか。ひでなや、目くそ鼻くそ笑うって言葉知ってますか。いや俺は悪口じゃないよ。50歩100歩っても言いますよね。
はい、これがあれで、これがこれでが、あの天気をほら、全部滑ってきて。左方向です。その後、まもなく目的地です。ここなのか、あ、このベンチの前でいいんじゃないですか。うん、車椅子の隣で。ここ特別なかったと思った。うん、迷惑だね。うん、この湯柄とここまで来ればね。ああ、いいでどこだけどね、本当は。あ、頼んでねえべって。はい、うん、ほら、そこで減らしといたから。ありがとう。もう一回頼まれちゃう。うんうん、ほらやった、ほらほらほら。マジでやったってパドルのワシガツで。おい、二十歳の時からずっとこうやってこいなのさ、継ぎ合わせられてるの。一時が万事、こういう感じだから。タバコ吸いてくなってさ、あと最後、黄金ねえでって言えばいいんだ、こんなに黄金ねえで。最後の最後ね。うん、こんなに黄金ねえで。大虫、大虫。え、俺のソフトクリームはって言わなくてよかったの。ありがとうございます。塩コショウ振ってあんのこれ。あ、振ってます。でも薄い時こちらお使いください。あるかな。はい、どこいいの。お待たせいたしました。ありがとうございます。お姉さんに食べてみてからって言われたから食べて。振りでくなった。あの気つけてけろよ、石山さん。なんでそんなに必死なの。で、ご苦労さんね。はいよ。少しずつ準備してないよ。あー、いい？でね、バイバイ。はい、ご苦労さん。あ、このまま帰るから。でね、はい、転ぶなよ。はい。え？いいアドスかけねえから。蹴れはアド。やっててね。またすごい新鮮な顔してて。必死になってやれば。はーい。はーいってなっても。今繋がった。もしもし。はいはい。やっと繋がった。何回やっても何回やっても。ね。言うこと知事がね。え？言うこと聞きがね。ああ、自分やだから。でも150キロ出たな。西山さん前走ってよかったのになーと思って。西山さんだと思ったけど、違うなっちゃ、キムさんなんだっちゃ、追い場追い越してたなぁ。あれと思って。150でいいっすか？ 150 だなぁ。まあ、6速にしててだからだけど、5速でどのけ引っ張んねえからね。こんなもんでねえのっすか？150だから。150キロだの、160キロだのってない、やっぱり体重の話っすか？スピードの話はダメですよ。ねえ、スピードの話じゃない。あの、昨日釣ったマグロの話。あ、マグロ。
大谷翔平の球のスピードの話でねの。で、サーキットで走ったらこの煙しか出ねえのかなっていう。あ、なるほど。架空の話。うん、250cc だね。なるほど。出すと思えばでも出んだべね、この煙。出んだべね。わざとらしい。